だけなんで、1時間ほどね、ちょっと何かやっていくと思うんですけども、どうしよっかな。あ、ドボン面白そうっすね。あ、ドボンね。ドボンやります。ドボン、でもよく分かってないんだよね。なんか、あ、モンスター開いてもらっていいですか。モンスターボックス、あ、図鑑か、図鑑開いて、で、表示変更順で、うん、全部リセットして、で、1個ずつ消していくんですよ。1個ずつつけていく。で、先にモンスターがいなくなった方が負けです。じゃあこれ、重力バリアって言ったら、モンスターやばいと、はい、重力の、いや、モンスター言うっていうか、次、俺のターンでブロックをしてとか、で、次、星6をしてとかで、キャラがいなくなったら負けです。だからマナーみたいに重力ダメをワープって3個ついて、その後マイスイッチついたらキャラ1体もいないじゃないですか、うん、そうなったら負けです。やってみるか。やってみますか。検索にしっかりやるのそうで、うん、最初は最初はもうどこでもいいです。1個押して、どこでもいいんで1個押して、うん、です、ね、重力割りや。じゃあ俺は星6。星6、はい、はい、これむずいですよ、意外と。反射水属性いや、もうむずいよ、こっからむずい。確かにむずいっすよ。いいっすか、マイスイ飛行。もうあれやじゃあ種族。はいはいはい。神。神入場法プレミアムガチャ。じゃあ、進化状態、うん、受信化。受信化、バランス型。これ、俺、押さなきゃいけないんですよね。押せねえよ。あ、まあ、友情が押せんのか。まあ、友情味。友情コンボ。ホミング。ホミング。ピロさんも出なくね。これも、これ俺勝ちじゃない、これ。いや、ないよな。もうな、でもこれ、正直ワンチャンもう一体ぐらい引っかかってそう。じゃあ行きます。決定をしますよ。はい。はい。あ、なるほど、面白いね。っていうゲームです。面白いわ。僕、はい、行きます、じゃあ。OK。じゃあ自分から行こうかな。はい。星5。星 5? 星 5?星5。どうしようかな。あ、じゃあ入手方法、ガチャ。ガチャ、はい。近畿のボタンですよ、星5は。マジで近畿のボタンだと思う、これ。反射。反射。あー。キラー。キラー、はい。はい。カウンター。カウンター。はい。カウンターキラー。カウンターキラー、あ、やべえぞ、あ、やべえぞ、あ、やべえぞ。あれされてきてる。進化状態か、はい、あ、これも進化しかないのか。進化、あ、進化、進化、進化、神か。光属性。はいはいはい。あ、分かってる、ここでもう気づいてるか。はい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 。いや、これで多分ね、相当絞ったんですよ。いや、これ相当縛られてるよ、はい、多分 2ぐらい、 2とかじゃないかな。種族、はい、アジン。いや、分かってるわこれ。待って待って、どうなる、ちょっと待って、どうなるこれ。アジン、はい、アンチ重力バリア。アンチ重力バリア、はい、多分こっち分かったんですね。アンチ重力バリア、アンチ重力バリア、え、違う、アンチ重力バリア、線形、バランス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 。ほう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 。アンチブロック増えた。アンチを感じ、はいはいはい。あ、でももうこれあれじゃない。え、ドボンつってる。え、あれ、スピードだったんです。え、スピードだっけ。バランスアウト、バランスだっけ。え、俺バランスだと思ってた。危な、まあ、これ全員なんですよ。自分もその全員か陽子を思い浮かべてたけど、もう全員アウト。これ決定をします。あ、スピードなんや。これも一体なんだよね。で、ブロック持ってますよね。持ってるわ、うん。ドボンだ。星5むず。むずい、星5。いや、自分でもそうでしたけど。いや、でもカウンターキラー攻めてなと思ったけど。星5むず。いや、もう自分の分かんないやつはもう1体キャラ決めきっちゃったわ、あいつね。じゃあどうぞ、最初。はい、星6。星6。じゃあ、プレミアムガチャ。おー、間違いない。これ逆に友情から攻めても面白いな。確かに。うん。あ、じゃあ、優勝コンボ。電撃。電撃、はい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 。
電撃で。これ電撃ってどこまで入んの？電撃、確かに電撃弾も入んのかな。いや、そう、それっすよ。その他、いや、もうそこも知識ってことかこれ、むずいな。電撃、電撃でじゃあ電撃ね。ガチャ電撃ガチャ電撃っていうのも、もう誘導しますから完全に誘導しますから。ガチャも電撃でしょもう相当では知られるよね。絞り行こう、絞り行こうか、どうしようかな。いや、まだあれするか、幅広くいくか。キラーキラーキラー攻めすぎじゃないキラー攻めすぎじゃないか。裏光属性。いや、もうさもうやだ、もうこれそれやん。いや、もう反射反射。いや、いないでしょ、他。進化形態、重心化。あー、重心化か。優しい、貴族性。はいはい、アンチダメージを。いや、そうだね。あっちは、はいはいはい、攻撃方、はい、妖精族。おそれにしちゃうあれ、もう一個なんかあったよね。ええ、ないか。ない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 、うん、ない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 ですね。これもう闇キラー選べないよね。選べないんじゃない。選べんのこれ。選べないよね。あ、選べない選べない、キラーは。はい。ああ、そうだよな。もうなかったよね。ない、ないよね。いやー、俺電撃光属性先選ぶべきだったかな。いや、もう光キラー来た瞬間にもう引退でしょ、多分。光キラーだけで引退だよ。確かにな、ちょっとどんだけいたんだろう。電撃は死ぬほどいると思うよ。2、30いるんじゃない？ 30 ぐらいするわけだ。うん、あ、めっちゃいるわ。いきました、次。オッケー。面白いよ、これ。一緒やってられる。いいよ。え、俺いいんすか？あ、いいですね。星6。星6。星6。はい、進化神か。進化神か。種族。はい、聖騎士。聖騎士、おお。入場法、はい、プレミアムガチャ。間違いないね。プレミアムガチャどうしよっかな。進化神かな。進化神か。進化神か。反射。おお、はい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 、うん、光属性。光属性ね。アンチワープ。アンチワープ、なるほどなるほど。いや、これ死ぬほどいますよ、まだ。アンチアメジョール。アンダメワープ。あー、優勝コンボ。優勝コンボ、はい。いや、これバレるな。でもレーザー、レーザー、はい。多分一体じゃないかな。いや、持っているか分かんないやつ。戦型だよな、これ。でも絶対もうあいつはそうだから戦型か。まあ、アビリティがついてたらとか。バランス型。おー、ツモだ。俺が考えてるやつはツモってますね、これで。いや、待って、いるか、これ。これいんのかな。でも自分、いや、進化神かだから。いや、そう。いや、持ってないね。これ2体いる。アラジンとダイヤモンドがいいんですよ。うん、多分。で、アラジン耐性持ってるのは確か神化の方だから、これで2体、ツモ決定。俺、遅くない。ダン。え、あー、アラジン、そうだよね。ダイヤモンドが、もう、はい、どっちもない。あー、どっちもないね。ないっすね。アラジンもう1個の方がありますね。面白っ。プレミアムガチャ。え、じゃあ、アンチウィンド。アンチウィンド来たか。これクソむずいぞ、マジで。この回マジむずいぞ。アンチウィンド来たか。ロボットキラー。嘘やろ。え、マジ言ってんの。アンチウィンドにロボットキラー。アンチウィンドロボットキラー。は？ちょっと待って、ひねり出せ。ロボットキラー。これあるぞ、これあるぞ。いや、でもあいつアンチウィンドあったっけ。あいつアンチウィンドあったっけかな。星6、星6、はいはい。あれ、アンチウィンドあいつ あるんかな。反射。いや、適当やろ。絶対適当やろ。ダメ、ちょっとミスったかも。これアンチウィンド持ってたわ。マジわからん。アンチウィンド持ってなかったかもしれん。え、マジでアンチウィンドロボットキラー分からん。ミスったわ。アンチウィンド持ってなかったかも。逆にいるんだ、これ。アンチウィンドロボットキラー、いや、ウィンドが分からんのよね。ロボットキラーはいっぱい出てくるんですけど、あいつウィンド持ってないよな。カニカンの方だもんな、持ってるな。ガチャでいるんだ。あ、ガチャか。今ソートセブン投げてる。ガチャガチャ、ガチャ6の反射ウィンドロボットキラーでしょ。進化状態は今全てやった。線形、線形、はい。バランス、バランス、え、アウトってきてる。嘘、マジで。え、ちょっとバランス外してみてみましょう。バランス、一旦、あ、バランスでまず見てみる。バランスで見てみる。バランスで見てみて。え、いきます。
あー、マジで、あ、スピードだっけ。じゃあバランス外しさずね、すべて。わあ、ごめんな。そうや。あ、てかウィンドメーカーあいつ嫌える嫌えるか。俺アヌだったんですよ。ああ、自分って。なんかアヌウィンドじゃなかったっけなと思って。自分あいつあったんですよ。ロボットキラーの段階では、ネズミ？違う。超破壊。超破壊思い込まれたんだけど、アンチウィンドなかったわと思って。飛行ワードブロックですね。で、幻想壁ついて、あ、ウィンドロボットキラーぜ、そうじゃん。いや、これ考えた誰だお前。で、小槌確かに。あ、てかオベロン確かに。あ、パワーか。いや、キラー持ってるからバランスかなと思っちゃったな今。小槌むずいね。小槌むずいっすね。これ攻撃か。そっかそっかそっか。で、これ分かるとこっすね。でもいい、いい、うん、進め方だったね。いやこれ悔しいな。出てきたな、頑張れば。いや、オベロンか。オベロンか。あ、てか俺もうそっか、キラー M を考えたかったな。キラー EL から考えてやってちゃったな。だと、情報修正でダヴィンチとかになんかウィンドついてそうじゃないですか。あ、ついてそう。そう、だからダヴィンチかなっても最初思ったけど、無理だ。だから全てひっくるめてバランスいったけど、この詰め方おもろいっすね。うん、私これ超面白いわ、勉強になる。ラスト1、ラスト1いくか。じゃあラスト、アンチダメージボール。おお、アンチダメージボール。いや、もう衝動が抑えられないよ、この AT フィールドの衝動が抑えられない。AT フィールドの衝動が抑えられないから行かないっすね、さすがに。じゃあ星野くん、星野くん、はい、これ攻めるぞ。じゃあ SS 短縮。おお、じゃあ光属性。え、これ攻めるぞ。じゃあえ、いる。いる。いや、めっちゃいる、めっちゃいる。まだめっちゃいますよ。死ぬほどいますよ、多分これ。めっちゃいる、めっちゃいる。いや、どうしようかな。一旦重心化。おー、重心化。重心化ってくるなら、あっちか。先系パワー。続けパワー。はいはいはい。これもう、はい、うん、ね、あいつしかいないんじゃないかな。やばい、プレミアムがいっちゃった。ドボン。え、ドボン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 。あああああ、ドボンですよ、それは。あいつでよかったんだ、じゃあ。あいつだわ。やっぱあいつだ。あいつだわ。いや、あいつだわ。そうっすね、こいつだけでしたね。いや、あいつだわ。そのさ、分かんなかった時にさ、見た時のこれがいいっすよね、うん、このゲーム。これ面白いわ、うんうん、これ公式考えた中で一番面白いんじゃねえか。これ面白いね、うん、というわけで、うん、面白かった。ドボンゲーム、ドボンゲームやりましたけど、ドボン確かにこれマジ面白いな、うん、これを考えたら天才だと思う。なんかここにあと何体ですって言ってほしいよね。あ、じゃあそう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 、それ専用のアプリだ。そうそれ専用のアプリ、それ数字見たいよね、めっちゃ減るやんみたいな。もうさっきのやつが幻想界フレアで1位になるでしょ。それおもろそう。これなんか出てほしいな。数字出ねえかな。出るわけないけど、うん、出るわけない。しかも決定をしたら答え見ちゃうからね。そうそうそう、それ難しいところですよね、うん、はい、またやります。はい、またやります。よろしくお願いします。ではでは、ありがとうございました。バイバイ。チャンネル、チャンネル、チャンネル登録。わかります、わかります。そこの君もなくなっちゃったから。わかるよ、わかるよ。チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録ね、はい、知りたければね。